お疲れ様です。マピーです。今回はカートウッド使います。カートウッドは2019年12月のカップ戦報酬駒、つまり今年最後のカップ戦報酬駒ですね。まあこの動画が公開されているのがいつかわからないんで、もしかしたらその動画が公開されている頃には今年っていうのは2020年を指している可能性がありますが、まあそんなややこしいことは省いておきましょう。でこのカートウッドなんですが、そうカーティルオステリア杯名前やってるかな、あんまり覚えてないんですが、20勝するかカリスマに入るともらえる報酬駒で、まあほとんどの人は獲得しているとは思いますが、取りそびれた人は残念年ではあるんですが、まあ、そのうちバトルコイン交換に並ぶと思うのでそれを待ってください。で今回のカップ戦に関しては6位でした。はい、まあちょっと個人的な話になってくるんですが、先月も6位取って、で去年の12月もカップ戦6位だったので、これで3回目の6位獲得ということでね、こんなに6位が続いてしまうとね、もう思い浮かべてしまいますよね。666悪魔の数字、フリーメイソンまあフリーメイソンなのか、いやそんなわけはないんですが、そのうちねカップ戦でフリーメイソン杯みたいなやってくんないから、やってくれるわけないだろうっていうか、まあね、やるわけないだろうって話なんですけどね、今回ねこのカートウッド非常に強いです。はい、取りそびれた人はもうバトルコイン交換に並んだ段階ですぐ買ってもいいぐらいに強いです。ということで性能がこちらです。一ターンの間 40% デバフにコンボスキルが、このキャラも含む場面の自分のマゴマ1枚につき 1.2 倍の、最大で 1.7 倍アタックかけてくれるということなんですが、そう一ターンの間 40% デバフでコンボスキルがバフ、これね完全にねもう見たらわかる、テラナよりも強いやつやんって言うんです。はい、こうやってねステータスを比較すると HP が高いです。そうカートウッドの方が HP が高くてアタックが低いということなんですが、このねテラーナイトに関してはいろんなデッキに使えるんですよ。マデッキであったり、今回紹介するこのラニコンゴであったり使えるんですが、ラニリーダーで使う場合はレベル72に調整するので HP の差っていうのはかなり空きます。でかつコンボスキルの違いですね。コンボスキルテラーナイト後半だと強いんですが、まあ、序盤だと全然強くないといったところで、まあ基本的にねテラーナイトっていうのは後半に使う駒ではあるものの、コンボスキルの計算なんかもしにくくてコンボを積極的に使っていく駒ではないんですが、テラーナイトではなくねこのカートウッドの場合は盤面のそう囁きで、マゴマの囁きで考えられて最大で 1.7 倍出せる。どう考えてもカートウッドの方が強いので、テラーナイト今までありがとうと思っていたんですけど、別にねテラーナイト死んでないです。なんでかっていうと、テラーナイトは現住院なんですよ。なんでカップ戦においては現住院がマイナスの時で、例えばドシンがプラスだったらテラーナイトが優先される可能性もありますし、全然ねテラーナイト死んでないと思います。うん、あのテラーナイトを基本的にはカートウッドに変えるっていう方向性ではあるんですが、今回ねテラーナイトが死んでないんだぞっていうのをねアピールするためにも両方入れております。このラニコンゴデッキ使うんですが両方入れていると。まあ、もしかしたらカートウッドよりテラナイトの方がコンボスキル出る状況もあるかもしれないんですが、今回に関してはねこのブラジェ2体積みなんでね、ブラジェでゾノバを召喚してしまうと、この召喚してしまうとっていうかね、召喚されたらマゴマが増えてカートウッドのコンボスキル最大倍率まで一気に持っていけるので、そう考えたら本当カートウッドの強さが際立つところではあるんですが、でテラナイトのまあ、見せ場も作れたらいいなということで今回このデッキでやるわけなんですが、せっかくなんでねもう一個作りました。今回はね2つ紹介します。はい、こちらのね、まあ、デッキ、ヒカキソリーダーのカートウッド編成のデッキですね。デバフを2枚入れてて、あとチャトルムカも入っているということで、ディアーゾンやあとはルーベルムといった駒を発動させるためにも相性のいい罠駒、そしてデバフという感じでね、こういう構築でやっていきたいなということで、まずは混合デッキでやっていきましょう。はい、対戦よろしくお願いします。 OKOK、OK OK、相手ラニリーダーですね。そう、お前ら仲いいなあれなんかあれですね、テラナイトくんちょっと心なしか笑ってるように見えますね。あのカートウッドにさ仕事取られた感じでさ、普通だったらなんかそういうさあの憤りを覚えるはずなのに、なんかこのテラナイト笑ってねそんなただつまり見るのは私だけでしょうか。そう、つまりねテラナイトが死んでいない理由、このカートウッドと荷積みができる。ラニリーダーにおいてはね、荷積みしてもいいんじゃないかなって個人的に思っててね、非常に強いと思います。さあ、初手のテラナイト、あ、でも、これでテラナイト君の仕事終わったわ。これだけだったわ。いや、でもまあ、いい。バフリーダーに対して強気に出られるというのはいいんじゃないかなと思います。さあ、ここは C 打ちしちゃって、3体召喚狙いつつ、このね、ブランジェッタと相性がいいんだな、カートウッド。ゾロバ召喚されることによって、ほぼほぼコンボスキルが最大倍率狙えるのでね。さあ、相手はラニワナデッキですね。よいしょ。あー、なるほど、なるほど。これはこっち。こっち打っても、早めに進めます。よいしょ。で、回収できないと。あー、ってことは、あいつかな、ハロルド。ハロルド説が濃厚ですね、今のところですけど。なるほど。罠ゴマ多いなー、マジで。めっちゃ罠ゴマ多い。考えます。よいしょ。ブラジェ。若干悩みどころだな。若干悩みどころ。まあ、ここもブラジェ切っちゃいますか。ブラジェ切っちゃって、よいしょ。はいはい。あ、お前がハロルドか。じゃあ、なんだ、F さんは。
あれか、夏ピリキかな。いや、お前がハロードだったのか。ちょっとこれは犯人探し失敗しましたけど、大丈夫です。はい、全然勝てます、ここからでも。相手、罠ゴマ3枚切った、アレスとか入ってるかな、ラリリーダーに。ラリリーダーアレスっていう、変態構築の可能性が残っているか。と言ってもな、あれ、夏ピリキだったらやべえよな。まあ、グラキだと思う。うん、俺はグラキだと思うとる。はい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 、そっち行きますね。はい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 。で、こいつはどうしようかな。右上の F2 とか打ってもいいかもしれませんね。オッケーオッケー。はいはい、二体召喚かましつつ F2 にぶん殴っていく。よいしょ。グラキだとしたら特殊受けちゃうの嫌なんでね。はいはい、ほら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 、読み通りグラキです。オッケーオッケー。で、毒も入れていくと。なんなら次のターンこれダーシャで飛ぶっていうね。で、ブランジェッタ取らないと相手は厳しい状況ですよ。どうする。で、ダーシャ飛ぶっけこれ。あ、オッケー、ルキア撃たれる。ただね、このルキアでね、飛び出るの、なんとカートウッドなんですよ。もはや相手の勝ち筋を一つも残させないこのカートウッド君。臆病なカートウッド君が出てくれるということですね。臆病なカーレジ君みたいに言っちゃったけど、てかなんならこれもうあのつなぎで勝ちとかそういう感じ。繋いじゃっていいですか私。はい、よいしょ。毒も含めれるんでね。うん、あ、もうデバフの活躍の場面がまるでなかった。いやでもね、ラニシタでこうやってねデバフ打てるっていうだけで強いと思います。はい、安心感がすごいですね。手駒にあるだけで安心できる、そんなカートウッド君使ってみてください。はい、対戦よろしくお願いします。またまたバフリーダー。さあ、テラーナイトとカートウッド、この2枚看板を制していきたいところですね。オーケー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 。ダーシェ引いてて、ブランジェットも引いてる。いい手札回りと言っていいですね。よしよしよし、よかった。ここね、あのミサトとか来たらね、ダーシェ切りたくなかったんですけど、まあまあハーピストだったらもう普通にダーシェ打っちゃってからのブランジェットでしっかり後取っていきましょうね。よいしょ。天元、オッケーオッケー、いい火力で、次のターンにブランジェッタ打っちゃって、ブランジェッタはね、カートウッドと相性がいいと。召喚することによってカートウッドのコンボスキルのバフを最大倍率まで引き上げてくれるような、そんなね、カートウッド促進剤ですよ、と思ってたらカートウッド来ましたね。さあ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 。で、この罠はおそらくミサトではない、いや、その可能性まだ、ミサトの可能性あるか、ここ次のターンで発動するように調整する可能性があるんでね、まだミサトの可能性もあるんで、気をつけていきましょう。ただ、アズニャンか。なるほどね。まあ、引き見てから考えますかね。いらっしゃいます。こんな X 深いでは。X! 皇帝ペンギン X! ミサトと。で、これで囲ってきたらテラーナじゃなかった。ディルートでぶん殴れるんでね。で、かつデバフもかけてるので、ミサトのコンボなんかもここ押さえていける状況。で、次ブランジェッター発動すると、コンボスキル 1.7 倍狙えるっていう状況。さあ、これですね。ここ大事。ここ大事ですよ。しっかり、ラニを守れお前ら。うわー、なんでイチゴだったら守らなきゃ、そこは原作通りにさーと思ったんで、ここ一回 B6 打っちゃって、まあでもここでねルキアを枯渇させたと考えましょう。うん、プラス思考でいこう。プラス思考でいきますよ。で、次なんならティルート打ってもいいけどな。罠駒相手ミサト切ってるし、まあここで罠駒なんで、こううーわブレブレスドですか。うわー、やってることブレブレですよ。私が言うでもね、何の説得力もないんですが、どうしましょうかね。A2 が怖いな。A2 怖いんで、イチゴ打って、いやー待てよ。ちょっと考えようか。ここ考えよう。でも相手ルッキア切ったでしょ。若干悩みどころだな、これ。芝いてもいいけど、B1 打つか。B1 打って、左上角来たら3枚返しの、この感じわかる？言いたいことわかるやろ？テラナまでないでしょ。俺だったら C2 にテラナ打つよ。テラナまでないだろ、さすがに。と思いたいですね。あ、普通、うーわ、バフ引いた。ちょっと待って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 。これ D1 がやばいか。いや、でも大丈夫。その後ブレスド打って。いや、ちょっとまずいな、これ。ちょっと待って。あ、オッケーオッケー。それは甘えたな。オッケーオッケーオッケー。それは相手甘えましたね。よしよしよし。これ D2 でいいかな。ちょっと待って、考えろ。いや、なんなら、これ繋ぐか。繋ぐか。うん、繋ぐ繋ぐ。そうしないと間に合わねえよな。相手の動線ないよな。オッケーオッケー。繋ぎます。よいしょ。徹底コーチ。徹底的に。そしてこのカードとのこのバフのかかり方。強すぎる。オッケーオッケー、いいんで、なんなら次ルキア引いてるから、ルキアでチャニゴシからのあと1枚何かしら引けば勝てるでしょう。そのブランジェッタはね、間に合わないぜ。うん、間に合わない間に合わない。これ、ティルートかカートウッドどちらかは、3枚返し、これ耐えれる。オッケーオッケー、危ない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 。あ、待って、でもこれ、ティルート打つだけの HP あるよね ?1500 だよね。よし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 。危なかった。まあ、ラに釣られても勝てるっていうのはカートウッドのデバフプラスコンボスキルのね、強みっていうのが出たんじゃないかなと思いまする。オッケー、対戦ありがとうございました。よし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 。まあ、DG 来てくれたのが助かりましたね。まあ、ブレスドがきつかったけど。はい、対戦よろしくお願いします。神タンですね。よし、カートウッドをぶっ刺していこうぜ。そして、あ、早速引いていくんですが、そうですね。うん、これはね、あ、ディアーゾンからカートウッドでワンチャン発動狙えるんで、まあ、ちょっとこれルキアで打ち継ぎましょうか。よいしょ。
このディアーゾンとカートウッドのシナジーをね伝えていきたいんですよ、私はね。はい、わかりますかね。まあこれは一回いるけど、オーケーオーケー、釣れる、よしよし、これ釣れなかったら結構渋かったですね。さあ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 、で、デッキ変えてます。ルーベルも入れてたんですけど発動しないことに気づきました。マタンじゃないとあいつ発動しないっていうのを途中で気づいて、リッカに変えてきました。まあ、リッカでもいいと思います。オープニングではルーベルムになってたんですが、よくよく考えたら発動しないのでね、変えたっていう感じですね。さあどうしようかな、これちょっと悩みどころ、ちょっち悩みどころ。まあいいや、こっち打っちゃって。全然ね、今のはディアーゾンでも悪くはないんですよ。ただ、まあ、次ディアーゾン打って、なんかこう寝耳にディアーゾンみたいな感じで動いていければいいかなと思いますね。はいはいはい、ダーシェと。そう、まあ、でもリッカ自体はね、マゴマ召喚してくれて夏ブラみたいな感じで使えるので、おー夏ブラ引いた。そんなこと言ってたら本当に夏ブラ引いた。これ夏ブラ打っちゃって、次 C2 に打ってくるコマに対してディアーゾン打って圧力与えますか。そうしようか。そう、リッカはこう2体召喚できるのでね、カートウッドのコンボスキルの最大倍率を満たすのにはちょうどいいコマにはなってくるのかなと思いますので、全然相性はいいと思いますね。ジークプラスマックスではないけど少し振ってるね。うん、10ぐらい振ってるな。さあ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 、ここはこいつ打っちゃって、まあ、ちょっとビビらせつつかな。多分発動しない。ガラムとか、いや、ガラム、ウラニア、ん？あれでアタック忘れたな。まあ、いいや。おー、ちょっと待って、それはきついわ。そのファネルは、絶きついですね。絶きつい。絶きついが、あー、なるほどな。一回、これはな、D5 打つんだけども、誰で D5 打とうかな。カートウッドここで発動させるのは正直言ってもったいないんですよね。そうしようか。OK。D5 をミサトに打っちゃって、まぁ、ちょっとこのミサトも結構もったいないけどね。E6 とか打たれたら。けど多分ね、こっちの方が強いですね。はい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 。さあ、ディアーゾンの発動もワンチャン狙えるような形を作っていくが、B4 に来てくれたら美味しいけど、まぁ、多分 E6 とか来るかなとか思ったけど、そっち来るわ。予想外のところ。OKOK、OK。そこならでも美味しいですね。普通にミサト発動して、ダメージ返して。OKOK。で、B4 は問題ない。おっと、これはなかなか強い手駒。で、ここなんすけど、そうだな、あの罠、返し罠だと思われてるから、普通に次 B4 来るよな。どうしようかな。エスペ別に無視してもいいよな。エンデガレちょっと火力出しとくか。よいしょ。エンデガレ火力出しの、どこ見れると。よし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 。バイセ握って、どうしようかな。 A2 に打ってもよかったんですけど、まあでも多分こっちの方が若干強いかな。カートウッドを刺せば次耐えれるはずなんで。耐えられないかな。神駒結構揃ってんだ。おっと、予想外の駒。よしよし、これは美味しい。はいはいはい。あー、そんなところに出ちゃう、そんなところに出ちゃう。それは強いね。さあ、カートウッド打ちましょうか。カートウッドどこに打っとこうか。こいつなんだっけ、ライフバカ。ほん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 。で、あれ繋がれるんで、ちょっとこれはエキセントリック打ちだ。こっち、さあさあ、あなたに出す料理はありませんよと。で、これでライフバーストぶん殴ってくるけど、多分アルベルダで発動しなかったところを見て、右上の罠はブラフっていう風に相手は思ってるはずなんでね、ここは左下の角に来るはず。そして今デバフかかってるんで、このディアーゾンが発動しやすいと。ワンチャン発動できますね。リンガットとか切ってくれたら、もうその段階で私の勝ちが確定する。バイセもあるんでね。さあどうする。読めないだろう、私の罠。オッケー、チキったな。こんにちは、私はディアーゾンです。はい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 、とこれで勝利ですね。まあ、せっかくなんでカートウッドのコンボスキルも使っていきたいと思います。まあ、これで飛ぶんでね、普通に。よいしょ。はいはいはい、と。まあ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 、これは結構手札回りも良かったですし、立ち回りもいい感じにね、立ち回れたんで良かったのかなということで、いろいろ、まあ、何よりね、良かった良かったです。ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。相手はデネブリーダー速攻竜。これはカートウッドが活躍する未来が見えると思ったけど、手駒には来ていないと。一回アルカードだな。一回アルカード入って、特殊打ちながら特殊打ちながら特殊打ちながらデバフしてからのフィニッシュ。もうとにかく特殊で攻めていきたいんですよ、私は。で、シルビエも引いてるので、手駒回りとしてはかなりいいと思いますね。おお、いかつい。初手からジェニーですって。リョモを引いてるにしても、なかなかに勇気のある行動だな。もう一枚エスゴマ引いてるかもな。よいしょ、アルカードどこも入れる。さあ、とりあえずオーラ引かれてないので、うーわ、え、しかも今なんか引いた後にちょっと、え、これどうしようかなみたいな感じでさ、なんか引かなかったね。え、今の光り方おかしくなかった。ちょっと審議審議。カートウッド、よしよしよし、カートウッド引いたの大きい。とりあえずここは
どうしようかな。右角の構えは危ないよな。 D6 の方がいいな多分。誰で D6 行く。春が安牌か。春 D6 ってオーバーリアクションすると、さっきまでなんかオーラ引いてそうな雰囲気じゃなかったのに、私オーラですみたいな感じでいきなり打ってくるって、そんなことあり得るみたいな感じでね。はい、オーバーリアクションかましていくんで、京極誠さん、京極誠さんが、なるほどね、引き見てから、よいしょ、シュクーレイ、渋々ゲーミングだな、渋々ゲーミングだな、渋々ゲーミングだな、まあ、一回ここはカートウッドっていう、よいしょ、さあ、ムニエルと、チタビラメのムニエル、なんとかのムニエル、ムニエル、ムニエルみたいな感じでね、そう、サンドウィッチマンのネタのように、このデバフをかけていくと。まあむしろサンドウィッチマンのネタっていうのは面白すぎてバフかかるんですけどね。さあどうする。ビクトリアやばいせっていう感じのフィニッシャーを引いておきたい。オッケーオッケー。そこ取ってくれるの美味しい。これ E4 来たらやばかったですね。E4 来たらやばかったんで、オッケーオッケー。これ美味しいですね。オッケー、バイセ来た。で、ここはシルベ打っちゃってデバフから入る形ですね。回復よりデバフの方が相手にとってはきついはずなんで。スゴマ1枚切ってる。さあこのカートウッドの一発の 40% デバフ。これが功を奏する時が来たようだ。いいよ。そこはきついかなと思ったけど、一枚返しに抑えられるから、一旦無視しましょう。引き見てから。オッケー、エンデがいいよ。で、ここは、まあ、C5 だよな。どうしよう。どっちから切るか。いや、いずれにせよ、これは、もうこう打って耐えるしかない。大丈夫。シルビアを信じろ。シルビア強いから、マジで。リアルにシルビアってね、相当強いんですよ。25% ですよ。4分の1カットよ。さあカートウッドのデバフが役に立って、シルベのデバフ、この人と人がつなぐ、いや頑張れ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 、あぶねくそ、あぶねあぶね、5たったの5 心臓止まるかと思ったわ。危ない危ない危ない。これぞ逆転をするには5ですよ。5、これテラーナイトだったら HP 足んなくて負けてますからね。カートウッドだからできたこと。対戦ありがとうございました。はい、ということで今回いかがだったでしょうか。このカートウッドなんですが、今回は混合デッキとマデッキという風に2つデッキを使ってみたんですが、混合の方はですね、やはりこうコンボスキル、1.7 倍出るということで間違いなくスタメンに入ると思います。混合デッキのテラーナイトの枠をカートウッドに変えるのが、まあ、ベターとして、でクラスマッチの補正とか、あとカップ戦とかね、そういういろいろなねファクターがかかった状態であれば、ネズミなんかも考えられるのかなと。今回はネズミで使ったんですけど、まあ、ネズミでも悪くないって感じはしますね。正直テラーナイトの活躍っていうのは本当に少しだったんですが、まあ、ネズミの場合だとバフリーダーに対してさらに勝率が上げられるのかなと思いますので、クラスマッチの補正なんかでね、バフリーダーが強い補正の時にこうミラーでも勝てるみたいなね、ミラーメターのこのカートウッドとテラーナイト、ネズミ編成っていうのは悪くないんじゃないかなと思います。そしてね、マデッキの方だと、まあ、ディアーゾンとシナジーが取れたりとか、あと最後の試合ですね、5残し、あれは間違いなくテラーナイトだと HP が足りないんですよ。そもそもの HP がテラーナイトより上ということで、そういうね細かい差で勝っていけたっていうのはカートウッドのね強みが出たんじゃないかなと思います。やっぱりこうコンボも強いしステータスも高い、そう考えたら間違いなくカートウッド強いですね。ただテラーナイトの方がアタックが高いので、テラーナイト打った後にギリギリ飛ばせるラインが築けるみたいなところはあるんですよ。なんでテラーナイトの方がアタック高いといったところでね、こう一時しのぎとして使った後に次で飛ばしやすいっていうところはあるんですけど、まあそれでもカートウッドに軍配が上がるかなと。まあデッキでも、カートウッド使う人がほとんどになるかなとは思います。やっぱこうね HP 勝ってるっていうのが何よりなんで、まあ、コンボスキルも 1.7 倍出るということなんで、マタンデッキなんかにも今後は増えてくると思いますので、皆さんカートウッドの対策、そして、カートウッドを持っている皆さんはカートウッドをね、はい、既存のデッキにどんどん入れていきましょうということで、今回この辺で終わっておきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。この動画がね参考になった面白かったという方は高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。